今度はいつ帰ってきますか？最初に留守番メッセージが入ってきたのは海、去年のクリスマス前のことだった。この番号が使われてた住所調べてもらったんだけど、こんな電話かかってくるはずがないんだ。どこで知り合ったんだよ。春川、ホンスケ君。今日昼飯一緒に行こう。は？もしもし、春川真宏君。聞こえてるか？時間を超えて電話がつながるなんてことはあると思う？本気であんたを好きになったら殺したくなるかもよ。いいよ、二人でだったら何とでもなる。愛と呼ぶには幼すぎる二人だった。ノーコールノーライフ。